クリスチャン・フェネスはオーストリアのギタリスト。フェネス名義でも活動しており、主に電子音楽に類する楽曲を多く発表している。日本では坂本隆一とのコラボレーション作品でも知られる。オーストリアに生まれ美術学校で音楽を学んだ。ギターは8、9歳の頃から始めた。1980年代にはソニックユースや マイブラッディバレンタインに近い音楽性のバンドを組んでいたが、そのバンドに馴染めず脱退した。その後1990年代前半にウィーンのテクノシーンに参加し、ギターやシンセサイザーによるサウンドを中心とした音楽を作り始めた。1990年代には日本のアーティスト坂本隆一やイギリスのエレクトロアコースティックインプロビゼーションのアーティスト、 キースローなどと共演した。また、ピーター・レイバーグとジム・オルークとのトリオ、フェノバーグを結成するほか、デビッド・シルビーアンとの共作も行っている。また、編曲やリミックス作品も多く、ウルベルのアルバム、1993から2003、ファーストディケードインザマシーンズや、シャドウズオブザサンのリミックスなどを手掛けている。 h t t p w w w s e m t e x i n c c o m i n t e r v i e w s i n t ン v i e w p h p id イコール32ありがとうございます。